熱くて泣けるバトルはナルトの魅力の一つですよね。当時ナルトの世界の戦闘に影響を受けまくって、いまだに術の印を結べる人も多いのではないでしょうか。豪華級の印を結べる人は高評価ボタンをお願いします。今回はナルトの第1部の名勝負を5つランキングにしてご紹介していきたいと思います。5位、長寿 VS 次郎坊。まず5位はサスケ奪還編の長寿と大人4人衆次郎坊のバトル。デブ同士の戦いで画面が非常に暑苦しいです。長寿は副作用を確保して8日一族に伝わる飛躍を飲みドーピングしながら戦いますが、部員状態になった次郎坊に力負けしてしまいます。状態2になった次郎坊の攻撃を食らう寸前、長寿は走馬灯のようにシカマルとの出会いを思い出します。デブでトロイとも仲間外れにされていた長寿でしたが、シカマルは気にせず友達になってくれました。親友をバカにされたまま負けられない。長寿は覚悟を決めとんがらし丸を服用します。これを飲むと長寿は激痩せし超強くなりますが、代わりに副作用で死ぬ可能性があります。ドーピングによってシュッとした長寿が次郎坊にとどめを刺すときに言ったセリフが、僕の親友をバカにすることはどんな高級料理の最後の一口を横取りされることより、デブってバカにされることより許せないです。文章にするとデブ味が強くて笑いそうになりますが、何より親友のシカマルをバカにされることが許せないという長寿の友達思いの性格が伝わってくるセリフですよね。次郎坊は性格の悪いデブだったのに対し、長寿は動ける優しいデブだったということが勝負の分かれ目だったのかもしれません。次郎坊を倒した後、シカマルに合流するため歩き出した長寿は、シカマルが長寿の勝利を信じて残した目印を見つけます。自分のことを信じて託してくれる仲間がたくさんできたということに気づいて涙し、長寿はその場で倒れました。長寿と鹿丸の絆や、やるときはやる長寿の性格が伝わる名勝負でした。4位、リー&ガーラ VS 君まろ。4位は同じくサスケ奪還編からロックリーとガーラのタッグバトル。君まろ戦でナルトの助太刀に来たリーですが、未成年飲酒による水拳という違法技を使った挙句苦戦を強いられます。そこに颯爽と現れたのがガーラでした。10人試験で戦ったリーとガーラがタッグを組んで戦う展開、熱かったですよね。骨を操る君まろは一体の地面から一斉に鋭い骨を生やす。サワラビの前で勝負を決めようとしますが、ガーラがとっさに砂を浮かせて回避。その後キミマロは骨を使って移動し不意打ちを仕掛けますが、攻撃が当たる寸前病気によって絶命しました。戦いの後ガーラはキミマロを、孤独を背負い孤独からの救いを与えてくれた大切なもののために戦うという点で渦巻きナルトと同じだったと言います。悪のためだと分かっていても人は孤独には勝てないと思う。ガーラだからこそわかるキミマロの心理が語られ、読者もしんみりしてしまったシーンでした。キミマロが尽くしたオロチマルはその時すでに強火のサスケタンとなり、キミマロのことは眼中になかったのがまた悲しいです。かつての敵が仲間になる胸圧展開でありつつ、オロチマルに利用されたキミマロへの哀れみも湧く名勝負でした。3位、サスケ VS ナルト。3位はオロチマルの下で力を得ようとするサスケと、それを止めようとするナルトの終末の谷でのバトル。サスケはナルトを強敵であり友と認め、そのつながりを断とうとします。キュービーのチャクラを使うナルトと順位状態のサスケが激突し、激しい戦闘になりました。最後はチトリとラテンガンのぶつかり合いになり、ナルトがノックダウンされ、サスケは木の葉の里を去ります。サスケはイタチから万華鏡シャリンガンが開眼する条件は、最も親しい友を殺すことと伝えられていたので、この時は読者もまさか殺すのかとやきもきしました。ナルトが倒れた後、サスケはナルトを殺すこともできましたが、結局命を奪わずその場を去ります。ナルトを殺せば完全につながりを断つことになり、万華鏡シャリンガンを開眼することもできたかもしれないのに、サスケはそうはしませんでした。イタチの言うこと聞くのがムカつくというツンデレすぎる言い訳をしていましたが、ナルトへの情を断ち切れなかったんでしょうね。憎しみに支配されてるように見えたサスケの冷酷に徹しきれない一面が分かり、最初のサバイバル演習でお弁当を分け合っていた頃を思い出してますますしんどくなりました。ナルトとキスまでした仲じゃん。ここからサスケの長い長い黒歴史が幕を開けます。2位、ガーラ VS リー。2位は中忍選抜試験でのガーラとリーの試合です。当時のガーラは反抗期真っ只中で、人を殺すのに全くためらいがなく、試験に参加している中で最強クラスの忍びでした。リーは臆さず果敢に攻めますが、ガーラの砂の防御を抜けることができません。そこでリーはガイの指示で自らにつけていた重りを外します。重りが地面にめり込み土ぼこりを上げたシーンは思わず息を呑みましたよね。スピードではリーが圧倒するようになりますが、ガーラの防御が硬すぎて決定打を与えられません。とうとうリーは
体のリミッターを外して力を引き出す八本トンコを使い、筋肉がズタズタになるのを引き換えに第五トモンまでを開きます。裏レンゲを決め B の勝利かと思われましたが、倒したと思ったガーラは砂でできた氷炭で決定打をガードしており、逆にリーが砂で手足を潰されてしまいます。それでも立ち上がり構えを解かなかったリーですが、担当上人のガイが試合を止め敗北しました。それまでゲジマ用カッパというビジュアルのせいでネタキャラだと思われていたリーが実はめちゃくちゃ強いということが分かった回でした。重りを外すとめちゃくちゃ強くなるところや副作用のある決め技を使うなど少年漫画らしい展開が盛りだくさんで非常に熱いバトルです。余談ですが、ガイ先生という上位互換がいるためリーはこの後ほとんど活躍の場がありませんでした。これが彼の最初で最後の見せ場と言えるかもしれません。1位、ネジ VS ナルト。名勝負1位は中忍選抜試験のネジ VS ナルト。天才ネジと落ちこぼれのナルトのお互いの意地をかけた勝負が多くの読者の記憶に残りました。ネジは天才と言われるだけあり、白眼を使いこなし独学で銃剣の奥義である八家64章をマスターしていました。ネジに天敵をつかれたことでナルトはチャクラが寝れなくなってしまいます。それでもナルトは諦めずネジに立ち向かいます。ネジに、なぜそこまでして運命に逆らおうとすると問われたナルトの答えは、落ちこぼれだと言われたからだ。落ちこぼれじゃない自分を証明するために勝ち目の薄い戦いでも立ち向かうナルトの姿に目頭が熱くなります。このセリフは2回対戦でナルトをかばって死ぬ時までずっとネジの心に残り続ける言葉になりました。この後ナルトは九尾のチャクラを引き出し影分身を使った奇襲でネジを倒します。もともとナルトは分身の術が苦手でアカデミーの卒業試験に3度も落ちていました。そのナルトが影分身を使いこなして天才に勝利する様子はまさに運命に抗った展開ですよね。この試合がきっかけとなりネジはうじうじの原因だった父親の死の真相を知り、自分を天才と信じる仲間のために強い自分でいようと前向きになり始めます。ネジに与えたポジティブな影響も含め素晴らしい勝負でした。まとめ、名勝負だらけのナルトですが、その中でも特にファンからの人気の高いバトルを5つランキングにしました。皆さんの忘れられないナルトの名勝負は何でしょうか？ぜひコメントで教えてくださいね。